やべえの入ってきた。ちょっと待って、やべえの。あー、ちょっと待って。おお、はい、出てってお願い。いや違う違う、そっち。あ、危ない。どこ行った。あ、殺さないからお願い、出てって。早えよ。何ちょっと待って、無理、こんなんじゃ動画撮れないよ。はい、皆さんこんにちは。車の大事典、過去化シロピーです。今回は以前購入した BMW ミニのバッテリーがねちょっと上がっちゃったので、ジャンプスターターを購入しました。で、まあジャンプスターターでも最近ね、いろんなのが出てて、携帯を充電するようなあのモバイルバッテリーぐらいの大きさのジャンプスターター、若干ねおしゃれなものとか、まあいろいろ出てるんですよ。でとりあえず今回はこちら、なんかピンクのねジャンプスターター、5600mAh だったかな。で一応ね5000円ぐらいだったと思うんだよね。で、まあ、とりあえずこれを購入したので、まあ正直ねこんなのでねエンジンかかるのかどうかっていうのがすごい気になるので試してみようと思います。でバッテリー容量 5400mAh でした。申し訳ございません。そしたらまあ使っていくのと、ちょっと中をお見せしようと思います。まあどんなものが入っているのか簡単にお見せします。まずこれバッテリーだね。さっき言ったみたいに 5400mAh、 これね Amazon で購入しました。株式会社ベステックグループ、メイドインチャイナって書いてあるね。この真ん中の4680円っていうやつです。 5% 還元って書いてあって、まあ、ピンク色のやつ。特にねこれじゃないとダメっていうのはなかったんだけども、あれ？なんかおかしいぞ。この商品ページには 5600mAh って書いてあるんだよね。けどこっちの製品を見るとバッテリー容量は 5400mAh って書いてありますね。どういうこっちゃ？まあいっか。説明書には何て書いてあるの？書いてないね。後で電話します。で他に入っているものが、よいしょ、ブースターケーブル、これだね。これで車のバッテリーとつなげてエンジンをかけると。であとは USB 充電ケーブル。あ、なるほどね。これで本体を充電するんだ。マイクロ USB なんですね。イン。あ、そうですね。これで充電すると。であと充電器。この3種類使えるやつだね。これ1個なんだろう。ちょっとわかんない。マイクロ USB と iPhone ともう一つちょっと太めのやつ。まあこれはね、まあ災害時とか、まあ最近まあ台風とかで千葉県の方は特に停電が続いていたんだけども、まあそういう時にも使えるは使えるね。だからこれ1個持っといてもいいような気がするんだよね。であと取説がついていて、これ自体はライトを使えるんですよ。ライト、照明ライト。この横のボタンを1回押すとここなんか青く光りましたね。でこれ充電、電池がどれだけあるか。4つ点灯で 100% で、3つ点灯で 75、 2つで 50、 1つで 25 で消えて0なので今は 100% で、ライトは1回3秒長押しやって、1、あ結構早かった、もうつきました。でこのねライトもね災害の時に使えますよ。でもう1回押すとこれが SOS 信号で、もう1回押すと、いやこれ違くね。このね説明書には2回で SOS 信号、3回でストロボで、4回で消灯って書いてあるんだけど、これ1回でしょ、2回、これストロボじゃないの？これ SOS なの？これで助け求めんの？こっちじゃないのね、違う？まあボタンのね回数が違うっていうだけだからいっか。で4回で消灯。傷ついてんのかと思ったら大丈夫だった。でこれ保証あるよね。保証、保証重要ですよ。もうさっさと行けよと、車のバッテリーにつなげようと思うんだけど、ちょっと待って、本当にごめんなさい。ここ確認しておきたいんで、まずね製品保証期間が1年間、無料交換期間が1週間、まあ1週間以内に不具合が出た場合は無料で交換してくれると。でこの1年間の保証は何なんだろうね、お金取られるのかな、ちょっとよくわかりませんと。でここにも使い方は書いてあって、特徴、あこれ重要だね。本製品は排気量が 2500cc 以下の 12V ガソリンバイクのみご使用いただけますと。
だからまああんま大きい車、アメ車とかだとこれじゃかかりませんよっていう感じなのかな。でまあ 12V のガソリン車、ここ重要だね。で車のバッテリー上がりをロードサービスに依頼すると、通常1時間から2時間で1万円か2万円かかりますと。でまあこれがまあ4600円ぐらいだったので、まあお得ですよと。まあいつ何があるかわからないし、まあ積んでおいても問題ないかなと思って僕も購入しました。でブースターケーブルはまあ保護機能、高電圧保護とかまあそういうのはついていますと。で LED ライトでまあ軽くなってますということですね。とりあえず OK。 そしたらね、ちょっと車の方に行って本当にエンジンがかかるのかどうかちょっと試してみようと思います。はい、そしたら車にやってきました。実際に今の現状をちょっと確かめます。バッテリーまあ上がってるんだけどもね。行きます。はいはい、全然ダメです。なので先ほどのジャンプスターターを使って、エンジンがかかるのかどうかやってきます。まずボンネットバコンと開けてオープンですな。じゃーん、ダンパーがねちょっと最近弱まってるんですよ。ほら、これなんかダンパー交換もしたいね。 OK、 とりあえず開きましたと。そしたらバッテリーだね。バッテリーはこちらになります。オープン、取れましたと。縦に積んであるね。はい、こういった感じになります。でここに、先ほどのピンクのあのジャンプスターターをつなげていきます。じゃまずね、取説を見ながらちょっと説明していきます。初回使用前には必ず満充電にしてから使用してください。でさっきもお見せした通り、充電は4つ、これマックスです。満充電になっているので、まあ、このまま使うとして、応急用製品となっておりますので、エンジンを起動させる際に目安としてバッテリー残量のランプは3つ点灯 75% 以上が必要となります。まあ、さっき見せた通り、まあ、これ4つ目、これがまあ2個とか1個だとそのエンジンを始動する力はありませんよということですね。わかりました。で十分な電力を保つため長時間使用しない場合でも1ヶ月か2ヶ月おきにこれ自体を充電してくださいと。でクリップと車のバッテリーのプラスマイナスは正しく接続してください。で一度エンジンをかけスタートできない場合は必ず30秒以上時間を空けて再びエンジンをかけます。わかりました。じゃあ使っていこう。まずブースターケーブルの青色の端子を本製品につなげます。おそらくこれのことだね。先っぽこうなってます。でこの青をこのバッテリーの車のマークあるの分かるかな、これね、ここを一回開けると、そうするとあ、こういう端子が出てくるので、ここにこの青青をつなげる、青青で、これはもう入るようにしか入らない。これでこうつなげると、つなげ終わりました。そしたらバッテリー接続クリップ、これだね、このクリップ、これの赤をプラス黒をマイナスにつなぐよう車のバッテリーそれぞれ接続しますと記載されているので、これをつなげます。でまあセオリー通りプラス、まあここね、まあ大丈夫だとは思うんだけども、結構汚れてて通電がしづらい時があるので、もしあれだったらまあ磨く、まあ一回ちょっとやってみます。プラスでマイナス、あ、なんかこの何これ、さっきまでここ点滅してたのに点滅なくなったぞ。あ、書いてあるね。今こういった感じで赤と緑が点滅してます。でこれは検査中という状態らしいです。で先ほど同様、まあ、プラスからつなげてマイナスをつなげる。そうすると見えるかな、光ってるんだけど右側だけね緑が点灯しています。この状態が正常作動で、まあ、温度保護とか出力オーバー保護とかそれによってこの点滅点灯が変わるみたいです。まあ、とりあえずつなげ終わったのでエンジンかけてみようか。ここもちょっとなんかゴムにして保護してもらえれば、まあ、ありがたいんだけど、まあいっか。あれ、なんか赤緑、これは逆充電保護だって。まあ、とりあえずちょっとエンジンをかけてみます。果たしてあんなちっちゃいジャンプスターターモバイルバッテリーみたいのでエンジンはかかるのでしょうか。行ってみます。かかりませんでしたね。はい、大変申し訳ございません。今かからなかった理由が、今両方ともこれ点灯になってて、まあ、さっき点灯に変わったなと思ったんだよね。
で逆充電保護っていうのが今作動している状態で、これはつなげてちょっとしてこのエンジンがかからなかった場合、まあ、悪影響を及ぼさないためにこの電流流すのをストップするみたい。だからこれは今電流流れてない状態なのでかからないで当たり前ということですね。失礼しました。でそういった場合はもう一回外して1からやります。でこれ自体も一回外す。でもう一回つける。そうすると検査中になります。あーなんかストロボ足りちゃってるよ。でさっきもなったんだけど、繋いだ直後にこの緑だけが点灯になります。それが正常なのでこの間にエンジンをかけに行かないといけないというね、時間との勝負で、カメラの設置もあるのでちょっと追いつくか分かんないんだけども、ちょっとやります。プラスつなぐ、マイナスつなぐ、で緑になった。でちょっとカメラ移動。はい、設置完了。エンジンかけます。うわかかった。可愛い子は動いてるで。あー OK、 かかりますやん。はい、エンジンがかかりました。でエンジンがかかったら、30秒以内にブースターケーブルの青端子を本体から外します。これですね。はい、これでもう通電しなくなったのかな。でクリップを車のバッテリーから外します。まあ、念のためマイナスプラス、まあ意味ないんだけどね。はい OK、 これで終わり。 OK ですよ。よかった、かかったかかった。まあこんなちっちゃいのでもかかるということですよ。うん、はい、といった感じで動画の方以上になります。で今回は BMW ミニのバッテリーが上がってしまったので、こちらジャンプスターターを使ってエンジンを始動することができるのかどうかっていう検証を行ってみました。でまあこの小さいのは本当にねエンジンかかるんですかと思ったんだけども、無事かかりましたと。うん、よかったです。でまあ問題点はね、商品説明欄の5600mAh って書いてあったやつが実は5400だったと。あ、もう直ってるわ、早直ってます。で、まあ、金額が4680円。僕はね、まあ、エンジン始動することができたので、まあ、これといってそんな問題はない、あだこうだ言うつもりは全くありません。今直ってるなら、まあ、それで OK ということで、まあ、これからの季節、まあ、バッテリーねちょっと調子悪くなってきたり、まあ、くすぐったりすることがあるので、こういうのを一つ持っておくだけで、まあ、あるんですよ。朝例えば出勤しようと思った時にエンジンかかんないとか、冬場ねほんとめんどくさいから、まあこういうの一つあれば、まあちゃちゃっと一旦ねエンジンを始動することができるので、まあ持っておくと持っておかないだったらだいぶ違うと思います。そんなね大きいもんじゃないし、金額もまあ、4680円、まあそこまで高くはないので。でまああとこの災害時にも使えるこのライトとかね、あとまあ携帯も充電できるので、本当まあ1個持っといて損はないと思います。僕もちょっと車に積んでおこうかなと思ってます。でまあバッテリーの方は今回ねちょっと上がっちゃって、結局まあ交換するしかないので、よいしょ、お前こちらバッテリー購入しました。これはまあ次回だね、バッテリー交換の動画を撮影しようと思ってます。でこれからの季節、冬場ね、さっき言ったみたいにこのバッテリーねくすぶってきたりするので、早めの交換をおすすめします。まあ、とりあえず今回はこちらジャンプスターターのご紹介でした。はい、とりあえずこんな感じで以上になります。この動画が面白いなと思った方はぜひチャンネル登録と高評価お願いします。それではまた来週。